痛むのかい？悔しいが、こうなっちゃもう俺の望みが叶うことはねえ。だが、侍どもから集めたあの金だけは無駄にはできねえ。あれは力のねえ農民たちが立ち上がって生きていくための大事な元手になるんだ。いいか、必ずドロロに伝えてやってくれ。俺たちが何のために戦い続けるのか。あ、金の隠し場所は北の岬を越えた先、荒磯。待って、私は聞かない方がいい。知ったらきっと使っちまう。対岸のためじゃなく、ドロロ一人のためにね。ここに入れておくれ。ここなら自分じゃ見えないからね。あんたの対岸、半分は私が背負っていく。残りの半分は、アバメの巻。なるほどね。体が温まると浮かび上がってくるって寸法かい。あったけえ湯に入ったのなんて初めてだったんだ。まさかオイラの背中にそんなもんがあったなんて。なるほどね。お前さんの親子も偉いもんを背負わせたもんだ。おっかちゃんが死ぬちょっと前にさ、いいかいドロロ、よく覚えておき。これはお父ちゃんの命がけの願いなんだ。お前が受け継いで守っていくんだよ。残りの半分はオイラのすぐそばにいつもある。オイラが心から信じられる相手に出会えたら、その時きっとわかるって。なるほど。うん、まあどういうことかさっぱりわかんなかったし、忘れたつもりでいたけどさ。よかったじゃないか、これでお前さんたちの道が増えた。え？鬼神どもを切って体を取り戻したとして、その後はどうするね？ん？金ってのはいいもんだよ。腹いっぱい食えれば心も穏やかになる。周りを見る余裕が生まれて、明日のことを考え始める。食うや食わずの身の上で、それでも志を貫けるのなんてほんの一握りだけだからね。お前さんたちが鬼神の何匹か切ったところで、世の中何にも変わりやしないよ。けどね、お前さんの背中のそれは人を動かし世を変えるでかい力の源になる。あ、ま、要は別の当てができたってことさ。金を見つけて遊ぶもよし、新たな国を築くもよし、誰も知らない異国へ行くってのも悪かないね。ちょ、坊さん、ここらでちょっくら考えるといいさ。ま、お前さんがどうしても、なくした体と引き換えに、第五の国を滅ぼしたいってんなら、
別だけどね。なんだよそれ。兄貴は別に。なあ兄貴、兄貴はこの先どうするの？鬼神を撃つ。そうじゃなくてさ、坊さんも言ってたろ、鬼神をみんな倒して体全部取り戻したとして、その後の話。どうしたらいいと思う？おいら。おいら、よくわかんねえや。なあ、兄貴。もう！たまにはおいらの話ぐらい聞いてくれたって罰は当たんねえだろ！おい！こうでくだされ。ん？もう！ひでえよ、兄貴！置いてくなんて。こうでくだされ。お頼み申します。あ、消えた。なんだよなんだよ兄貴、こいつら何？鬼神じゃない。まんま、まんま。うわっ、うわ、重い、潰れる。おんぶ、助けて、兄貴。鬼神じゃないけど化け物だろ。助けてってば。ほら、兄貴！おんぶ！おんぶ！これじゃおんぶじゃない！吊るし上げだ！兄貴、変わってくれよ！まんま！まんま！ったく、まんまが食いたいのはオイラの方だっての。はあ、兄貴、寺だ。ああ、中は黒焦げだ。でも、夜露ぐらいはしのげるのかな。どうしたんだ？おしっこ。え？冗談じゃねえ！そこまで面倒見切れるかっての。おしっこ。やだ、おいら知らない。おしっこ。うわぁ、自分でしろってそのくらい。おしっこ。やめろ。おい、離せ。兄貴、なんだいそれ。あ、ちゃんと外の茂みにさせたから。え、何？油？あ、なんでこんなところに油が？ここが燃えたのって、まさか誰かが火を。まんま！まんま！お前、真の像が止まるかと思ったぞ。今はそれどころじゃないんだってば。まんま。大体お前何食うんだってんだよ。オイラたちも腹ペコなのに、化け物用の飯なんて。は、まさかお前の飯って。まん。うわあ、やめろ、食わないで。オイラうまくないから。まんま。助けて、兄貴。こんなところに旅のものとは、奇特な人もあったものだ。あなた方は知るまいが、ここは夜は危ない。あやかしが出るのでな。あやかし。
よろしければ私の屋敷に来なさらんか。え？我が里のうちで人が食い殺されるのをみすみす眺めてもおれぬのでな。兄貴、私はこの辺りの里を治めるサバメと申す。そなたたちの旅の話でも聞かせてくれ。化け物じゃないんだよな。けど匂う。おばんでがんす、サバメ様。夜回りですかい。相変わらずご精が出ますの。なんの、おのが里をおのが手で守っておるだけのことよ。サバメ様のおかげで、わしらも安泰ですじゃ。そういえばあいつ、どこ消えちまったんだろう。ここが私の屋敷だ。さあさあ、遠慮なく通られ。田舎芸でしてな。お気に召さぬかな。おかわり、てんこ盛りで。あんがた、おっさんいいやつだな。見ず知らずのオイラたちにこんなにごちそうしてくれて。旅の者の話を聞くのが好きでな。私はこの地を離れたことがないゆえ。そっか。でもここらにも面白そうな話ありそうだぜ。さっきの焼け跡のあやかしとかさ。え？君の良い話ではないぞ。あそこにはかつて天寺があってな。住職は近隣の里から身寄りのない子供をもらい受けておった。まるで牛か馬でも扱うように働かせ、聞かねばたちまち。そうして何年かすると売り飛ばされてしまうのだ。天罰が下ったのだろうな。あるよ、本堂に稲妻が落ちて火事となり、あっという間に焼け落ちてしまった。住職も子供たちももろともに。そんな、ひでえじゃねえか。子供たちまでみんな。我々ももう少し早く何とかしてやれなかったのかと。今更だが、時折参って冥福を祈っておる。はあ、あやかしは？住職の慣れの果てだ。成仏できなかったのだろうな。夜な夜な現れては通りがかったものを食らうのだ。よかった、オイラたち食われなくて。おっさんのおかげだよ。それは何より。さあ、今日はもう遅い。遠慮なくこの屋敷に投入して休まれよ。なあ兄貴、さっきの話どこまで本当だと思う？女の霊は違う。だよな、
それに雷落ちて寺が焼けたってのもさ、あの油のシミはどう見ても付け火の跡だ。いずれわかる。来ると思う？鬼神がここに。怖いわけじゃねえからな。いやー、なんか寒いな、この屋敷。隙間風かな。兄貴、寝ちゃった？ちぇ。はぁ。お前さんの背中のそれは、人を動かし世を変えるでかい力の源になる。いいかい、ドロロ。これはお父ちゃんの命がけの願いなんだ。どうしろって言うんだよ。オイラわかんないよ。食うや食わずの身の上で、それでも志を貫けるのなんて、ほんの一握りの人間だけだからね。仕方ねえじゃねえかい。おいらずっと一人ぼっちだったんだから。どうして死んじゃったんだよ、おっかちゃん。あいつきっとガとか蝶の化け物だな。兄貴、この粉なんかピリピリするけど、毒じゃないよね。洗えるか。庭の池、使っちまうか。なあ兄貴、あのでかいやつってやっぱり鬼神だ。あいつ、芋虫の化け物を連れてったよな。自分の子供を助けに来たってことなのかな。サバメ様。久々の餌、それも二つもじゃ。あの子らも今日は満足したろ。食えます。なんだあれは、手強い。撃ち漏らしたというのか、
12番目の食い漏らし、よもや取り戻しに来るとは。いかな相手であろうとも、そなたらには指一本触れさせぬ。この地と、この地に生きる我が民のために。